さあやってきましたよ、プラズマレーズダイナー。メニューこのメニューね、液晶なんですよね。変わるのよ、待ってると。サイドメニューの映像があった。あ、変わった。メインメニューはこんな感じ。ライスボールがメインだね。780円が単品、セットが1160円。どのライスボールにしようかな。あ、これうまそうだな。よし、これにしよう。はい、というわけでこのセットにしてみましたよ。エビカツライスボールのセット、単品じゃなくてね、セットにすると、ポテトオアサラダ、そしてドリンクのチョイスが選べます。で、これ別件なんだけど、ミニシュガーキャンディーケース、ダースベイダー、これ新作でまだ手に入れてなかったので買ってみました。お値段がですねこれを買ったことによって跳ね上がりました。2140円全部で跳ね上がったね。まあ、いただきましょう。さっき後ろスペースないからこっちにグラッて囲む形でもない。まあ、最悪それでもいいかな。とりあえずこれでいけるっぽいっすぽい。はい、はい、そんなわけで、ディズニー飯でございます。久しぶりのディズニー飯な気がするね。場所は、プラズマレーズダイナーという、ラウンドでは一番新しいところになるんですね。はい、ですね。あ、すいません、遅れました。今日はゲストが2人います。はい、じゃあ奥の男性から自己紹介をどうぞ。はい、どうも、アリスです。はい、でこちらの女性はアリスです。はい、というわけで、ディズニーランドで、よく、レポートを手伝ってくれるアリスさん、そしてユニバーサルスタジオでレポートを手伝ってくれたシーさん、2人が来てくれました。ありがとうございます。お二人それぞれ違うもん食ってるね。何？あ、自分チキンあられです。チキンあられと私ハンバーグです。ハンバーグ、ロコモコ的な感じですね。はい、まあまあまあ、いただいていきましょう。何気に私ここは初めてです。いつもね、あの慣れ親しんだところを紹介するこのディズニー飯ですけど、あんまり慣れ親しんだところですね。ディズニーランドだちょっと気持ちここお高いですね。そう、なんかボリュームの考えちょっとなんか高いかなっていう。そうかもね。なんかセットで1000円超えちゃうとちょっと悩まないですか。若干悩みますよ。若干ね。1000円超えるんだったらカレー食べ行こうっていう感じだったんですよ。ああ、そうね。その気持ちはちょっとあるかもしれない。確かにグランマサラとかの方がいいかもしれない。まあ、新しいからねって言ってこい。なんか C だったらこれぐらいの価格帯なのかなって思うんですけど、なんかランドだとやっぱりちょっと。エビカツのライスボールってことだけど、どう食ったらいいのか一応フォークとスプーン用意したんだけど、好きなように食えってことだよねカツはフォークでいくでしょ、こう、ね、結構ずっしり重いよ、カツいただきます。おう、すげえ、エビめっちゃぎっしり入ってる。なんだろうな、あれに近い感じがする。ロッテリアのエビカツバーガー。あー、なるほど、うん、あのエビカツだね。これはうまい、日本人エビ大好きだからねうん、確かにこれこれ難しい、ね、うん、刺さんないそう、スプーンかフォークかでもないもんだな。でもライスボールがちょっと混ぜて食べたいですよね。そうだね、混ざんないですよね、うん、これがまあ星型では若干食っちゃったけど、これエビカツで、ここになんか温野菜かな、これね、そんな感じのやつが俺のは乗ってるね、うん、温野菜は全員共通。そうですね、同じもの乗ってますね。トウモロコシ、ヤングコーンと豆と、なんだこれ、玉ねぎか、玉ねぎ炒めた感じの温野菜はまあ全員共通で、それに、自分の方がそれってあられチキンっていう形で大ぶりなのが2つほど載ってます、うん、で、ハンバーグが1個と玉ねぎ、そんな感じだね。いただきます。あ、すごい熱々、揚げ焼け熱い、アルミンの効果にこう、すごいサクサク。
あられがコーティングされてるからサクサクになるんでね、やけどに注意。日本でやけどに注意する、熱いそのレベルで熱い。このエビカツの方は1個気づいたんだけど、上に粉チーズが割と振りかかってて、で、下にかかってるこのソースの方もチーズ感がすごく強く出てます。うちの親がね、粉チーズ好きじゃないだからそういう人も中にはいますので、チーズ嫌いっていう人はエビカツやめた方がいいかもしれないね。かかってるソースも全部違うんですよ。自分肉味噌なんでこれも美味しいかもしれない。肉味噌、はい、ちょっと一口いってみますよ。肉味噌ソース、ね、結構和風な感じに仕上がってる。そうだね、甘めに仕上がってる感じ。そうですね、名古屋風とでも言うの名古屋、まあ確かに、確かにこの肉味噌とチキンが結構合いますね、うまい、まあそれぞれね、好きなものはあると思います。エビカツ、チキン、ハンバーグ、ね、あとカレーですね。カレーもあった。カレーもありました、4種類全部。おお、すごいな、まさにファミレスって感じのラインナップ、ね、ベタすぎる、若干、ボリュームに対してのお値段的にはまあ、釣り合わないかなっていう気もしますけどまあまあまあ、でもいいんじゃないの、ね、新しいレストランだし、新しいメニューだし、そんな新しくもねえか。俺がこれアップロードする頃から考えたらもうもちもち、結構もうもちもち。でもまあ一応最新のレストランではあるんだよね、現時点で。2017年10月時点で最新のレストランというわけではあるからね。まあ、ポテトかサラダ選べるのもありがたいですよね。そうだね、これ付け合わせね。俺ポテト割とあんま好きじゃない俺もですうん、これはよかった。はい、まあそんな感じでございます。というわけでプラズマレーズダイナーからお届けいたしました、ジェスターセラとアリスです。はい、ありがとうございました。では引き続き食べていきましょう。はい、では皆さんお届け失礼します。さよなら。